はい、今日は宝くじを買って、はい、当たったお金だけで24時間過ごしてもらいます。はい、やったー。勝っただけで面白かった。当たらなかったら何もできませんよ。運任せです。嘘、はい、いつにも増して運任せ企画です。はいはいはい、いいですか。舐めてるよ、そういうの。はい、頑張っていきましょう。はい、くじ引きするときドキドキしちゃうよっていう人、グッドボタンで教えてね。チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターのフォローもしてね。一つ選んでください。誰が選ぶのかな。10枚買ってきました、はい、じゃあ早速やりましょう。今もうすぐお昼だけど、うん、それ当たんなかったらお昼食ってないから。やだやだやだ。それ10枚で2000円だったけど、今日1日で9時に使えるお金は1万円まで。1万円でくじ買って、その中で何か出ないと何も買えない。もうそこでお金ゼロだったらゲームオーバーです。頑張って当ててください。じゃあまずここからいきます。でんてく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 でんて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 ん200円ゲット。うわ、やったやった。ドリンタ行ってみましょう。にゃんにゃん。さあ、ネタバク、もう表情でわかりますが、はい、1枚の結果を教えてください。せーの、ドドンドドン。はい、ハズレです。でも大丈夫、まだあと4枚。そうそうそう、大丈夫。さあ、まず最初の10枚、はい、全部削り終わりましたね。はいはい、それじゃあその結果を教えてください。はい、お3枚200円ってことは600円ゲットです。やったー。ちなみにそれ当てたのはカノン。全部カノン。いった1枚も当たらず。うむむむ、リタン。でも大丈夫。しよしよし、まだ大丈夫だ。まだある。始まったばっかりだよ。そう、始まったばっかりだ。ここで運を大事に取っていたら、後ででかいの来るかもしれない。そうだよ、ドグーンって来るかもしれない。大丈夫。ということで、じゃあ600円買いに行きましょう。はい、よし、当たりました。おめでとうございます。3枚当たりました。はい、こちら600円でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。よかったね、当たってね。無事600円ゲットということで。はい。軍資金袋を持ってきましたので、ここに入れてください。それがカオンちゃんたちの今日自由に使えるお金です。はい。OK。じゃあどうする？お腹すいた？お腹はすいた。でも早速じゃあそれでお買い物してくる？うん。よし、じゃあ買い物行きましょう。お菓子も買いたいな。あれ、決まった？いいのあった？どれ？これ。これ？いくら買えるの？うん、買える。あ、300円だから。これも300円だね。そう、2人で買える。あ、じゃあそこにする？うん。OK。お昼ご飯。はい。今日のお昼ご飯はこちらでございます。イエーイ、美味しそう。お団子だね、いい匂いするね。うん。じゃあ、いただきまーす。私さ、思ってんだけどさ、これってさ、最初にもらった1万円でいろいろ買った方がいいんじゃない？宝くじで買うよりも。確かに、そうなんですが、はい、ひょっとしたら、100万円当たっちゃうかもしれない。まあ、そういうこともあるんだけどさ。そしたら、このお団子山ほど食べれる。いただこう。はい。はい、1時間ほどドライブをして、はい、今ね、守谷サービスエリアに来ました。あの宝くじ売り場があるみたいなんで、はい、今から買いに行きましょう。はい、今の時間だとおやつと飲み物とかかな。ぜひ当ててください。はい、100万円お願いします。はい、はい、
ください。スクラッチくじ買ってきました、はい、今度はなんと20枚買いました。はい、1人10枚ずつですね。はい、あ、そんなやつなんだ。そう、ワンピースだって。はい、じゃあ早速やってみよう。はい、じゃあ削ってみようか、はい、うん、じゃあせーの、はい、見て見て、ここリーチ、ここリーチ、ここ、ここリーチ、あー、ここ来たらあれだよ。当ててください。あ、出たよ。これいくら？それはね、200円。まあだけど、とりあえず出た。とりあえず出たから。リーチリーチ。おリーチ来た。ここリーチほら、同じのだから。ここ足のやつ。キックだろこれ。これキックだと5万。ダメだ。あ、これ美味しそう。108円だって。はい、はい、おやつ買ってきましたね。はい、何買ったか見せてください。つなげとラムネ。はい、わあ、チョコボール。歌舞伎揚げね、美味しいよね、歌舞伎揚げね。カノン大好き。はい、ただちょっと待って、2人とも忘れないでよ。はい、それ実際4000円です。そして400円になって帰ってきたんだけど。そうです。もうこれ本当にあれのまま買った方が良くない？4000円ですからね。このゲーム、このさ、24時間ちょっとあれでしょ。これちょ不利だよ。これ100万円当たったらもういきなり豪華だよ。確かに100万円当たったら豪華だよ。それ当たんなかったらカノンとリンタの運が悪いだけだから。なんだよ。なんだよ。そう、はい、トラブル発生です。はい、次の宝くじ売り場でパーキングエリアまで来たんですけど、はい、なんとでお休みでございます。何これ。なんかね、多分ね、宝くじ売り場大体ね6時半ぐらいに閉まっちゃうらしいんだわ。へえ。早く次の探さないとゲームオーバーになっちゃう。どうぞ。探そうか、ちょい急いで。はい、はい、探しましょう。調べたらね、なんかね、近くのドン・キホーテにあるらしい、売り場が。じゃあそこ行こう。そう、急いでそこまで行こう。はいはいはい。じゃあゴー。すごい、危険なことになってきた。落ちる。落ちる。行け行け。こんにちは。うん、猫のスクラッチを、20枚お願いします。はい、次の番目当たりました。じゃあ次に進めるよ。さあ、本当はじっくり行きたいんですが、あ、2人時間がないのでガンガン行きましょう。当たったら当たったと言ってください。当たんない。当たった。なんで、いくら？200円。あ、よかった。ちょっと200円、今夕飯代200円しかないでしょ。ダメ。あれ、もう残り少ないんじゃないの？残り少ないよ。それではただいまの結果を発表してください。はい、ただいまの結果、お、結構当たってる。うん、1、2、3、4、5、6本。200円が6枚、1200円でございます。1200円結構いける。結構ご飯食べれるかも。1万いけたんじゃない。当たりました。はい、取り替えてみました。はい、1200円ゲットしました。1200円ゲットを見せてください。これでなんか夕飯食べれそうですね。はい、はい、はい、何買ったんですか？ドーナツ。ご飯食べずにいきなりドーナツいっちゃったの。そう。ところでかのちゃん、
今ので宝くじ買うお金1万円全部使っちゃったんだけど、どういうことだ、どういうことだか分かる？今あるお金を全部使う。そう、そのお金で残りの時間を戦わなきゃいけないんだけど、100万円ぐらい当たったらさ、すごい豪華な旅行になったのに、だいぶ寂しい感じですね。宝くじはそうそう当たんないものです。気づいた、気づいた、気づいた。さあ、二人とも、おはようございます。おはようございます。2日目になりました。はい、朝ごはんだけなんとかクリアすれば、とりあえず24時間、なんとかクリアです。はい。はい。はい。ドドン、660円。ってことは、はい。一人頭、いくらですか ?330 円です。そうだ、私さ、思ったんだけどね。うん、はいはい。うん、思ったんだけど、うん、もうこんなのじゃ大したもの食べれないでしょ。だから、うん、だからね、このお金でまた、うん、当たりくじのスクラッチ買ってまたやるの。でなんか30万円とか引いてさ、めっちゃ豪華なお寿司とか食べるのどう？チャレンジャー、食べ放題だそれじゃあ、運命のくじ買ってみます。はい、はい、スクラッチくじを3枚ください。運命のラスト3、はい、ラスト3買ってきました。はい、とこれ、これ外したら朝ごはんないですよ。これはやだ。あ、最初から猫ちゃん来た。お猫、幸先いいですね。猫ちゃん、次猫が出れば出るほど、あーにゃー、あー次、やってくれてて、あ、猫ちゃん、お、いいんじゃない、なんかいい調子、いい調子。はい、はい、残念な結果になってしまいましたが、はい、なんか今回の企画で学んだことはありますか。はい、はい、宝くじは当たらない。